元衆院議員の金子恵美氏が31日、読売テレビ、今田耕司のネタバレ MTG に出演。自民党総裁選に出馬表明した小林隆の氏についてコメントした。自民党2回派だった金子氏は、小林氏と当選同期、本当に優秀、政策通、能力も人柄も申し分ないと絶賛。悪いところ、なかなか見つけられないぐらい。 それが、好きがなさすぎる、ってマイナスに、作用するのかもしれないけれどとした上で、当選4期以下、若手が小林さんを派閥を超えて応援している。能力、高いのはみんな認めてるのでと話した。その上で、ただ、財務省出身なことが、国民の皆さんにいい印象を持たれていないと聞いたと、懸念材料を挙げた。同じ若手のホープ、一方で、 小泉進次郎について聞かれると永田町って最後は決闘小林さんと小泉さんってなった時に小泉屋っていうのは選挙も小泉さんの方が人気がやっぱり決闘小泉屋ってなってしまうのが自民党が変わった方がいいところと踏み込んだ一方元衆院議員の杉村多蔵氏は小林さんの会見見てたけど一つも面白くなかった 言ってることもやってることも全部普通誰でも言えることを印象に残ってるのはオレンジのネクタイをつけてたなぐらい問いじっていた以下はネット上の意見をまとめたものです金子絵美子の名言に小泉進次郎氏は辞刀が悪いがあります永田町は最後は決闘であれば新総裁は能力も人柄も申し分ないが高い小林高これではなく 自投が悪いが決統がある小泉晋次郎氏ということになるのか。とはいえ、金子恵美氏が言う決統だけによって新総裁に選出された小泉晋次郎氏が激動する国際社会の中で日本のリーダーとして日本の国益にかなう主張を発信し世界の首脳と渡り合うことができるとは思えない。まだ総裁選の行方は混沌としているけど もし小泉小林どちらかもしくは別の誰かが総裁になったとしても小泉小林両氏は閣僚に起用されるだろう立民が代表経験者ばかりが代表選に出ているのに対し自民党は世代交代を印象づけられるから今回の総裁選は次回の衆院選で勝つための戦略なので総理を含め閣僚人事が重要 明らかに総裁になれなさそうな議員が立候補するのも、党内での存在感を高めて閣僚及び選挙で有利に立つため、小林氏の会見を見る限り、いかにも財務省出身の元官僚と思わされる、卒な発言と答弁で、正直国民が自民党に対する裏金の問題も含めた抜本的な具体案が示されなかったことに、金子氏が押すほどの人物の割にはと、 違和感を感をじた人々はは多いのではと思われます金子氏は政策通と言われますがそれは小林氏が元財務官僚で政策づくりの原案を作る業務をされていたので取り立てて能力が高いと褒め立てることにも大げさ感があり小林氏の前職を考えたら当然ではと考えがられないのかという違和感と偏りを感じます。 小泉氏は確かに、金子氏の言うように自投は良くないのでしょうが、公共の電波で発して、いい言葉かどうかという判断ができないのではというズレを感じました。小泉氏の応援に回る議員の多くは、次の選挙戦目的が強く、正直能力に期待して担いでいるわけではないことは明らかだと思われます。小林氏の支持者は党派を超えてと言っても11人も、 安倍派の議員がいて毛並みの良さでは新次郎氏にまっさるとも劣らない福田達夫さんまで含まれている福田さんも本来なら立候補してもおかしくない総裁選ではあるが安倍派であったことが裏金と統一教会でステルスな状況をもたらしていると思う小泉家はやはり長い歴史の上に築かれた強固な地盤がありますから当然政治資金も 自前であつらえられ、新次郎氏が派閥に所属しなくてもやってこられた理由の一つでしょう。今回、もし父、淳一郎さんの縁で安倍派で活動していれば、総裁選への立候補もなかったと思いますが、福田達夫さんとは対照的です。今の日本は、江戸時代ではない。封建社会の世襲社会ではないはずである。総理の息子が総理の息子であるというだけで総理に、 ななるべきではない小林氏は政治家にとって最も重要な資質の一つである演説力をもっと磨いた方が良い大衆は何よりも演説力ある政治家を支持する東大は愚か小学校しか出ていない田中角栄もその迫力ある演説力で大衆を魅了したまず話を聞いてもらわないとそれこそ話にならない 自民党次期総裁選には40代の若き小泉慎次郎氏と小林隆之氏が取り沙汰されていますが国政トップになるべく総裁には家柄決闘は関係なくてどこまでも本人の政治的手腕が関与ではないでしょうかしかしながら自民内からは小泉慎次郎への強固な推しが目立ちますがもしかしたら父親の小泉純一郎氏が総理経験者であったための忖度から支援が 堅固なのかと思いますが引いては小泉進次郎氏は総裁になるべく資質能力が不足していますので小泉進次郎氏はまだまだ直ではないいかと思います長田町がということもありましょうが東洋社会は一般に血統を重視する帝王教育や環境で血筋が良いものを生み出すような人物が登場することもあるがいつもではない。 西洋社会はより実力主義によるように思うその実力が決闘のプラス要素を大きく上回ればいかな東洋日本とてしかるべき実力者が首相となることも可能だろうこれまでもそうだったその実力を誰がどう認めるか若手議員の評判がどこまで有効な評価なのか 若いがゆえに難しい面もあるが、広く国民主上からの評価がなくては、今一つ小林さんを、私は信頼できない。小林氏は財務省出身、小林氏を支持する安倍派の福田グループは財務省系列。責任ある、積極財政を推進する、議員連盟に入っていない、ことから総裁になったら財務省の意を組み、緊縮財政を進め。 まますます国民生活は厳しくなると思います保守っぽいことも言っているので同じく保守で財務省との対決姿勢を示している高市氏を潰すために立候補したのかなという気がします今回は名前を売ってかつ財務省の貸しを作って次の次くらいの総裁を狙っているのではないでしょうかコバホーク氏は急激に目立ってきた感じで経歴が優秀なこと以外 どういう人か、ほとんどわからなかった。都知事選で2位に入って、急激に注目を集めた石丸晋司氏が、その後にその人となりが広く、票にさらされると、かなりの癖強い人物だったこともあって、よくわからない人は曖昧な印象だけで、判断するのは怖いと感じていたのだが、元同僚としてよく知りであろう、金子絵美氏のお墨付きは、それなりに確かなようにも思える。 とはいえ声見氏の人を見る目がどれほどなのかには、ちょっと微妙なところもあるんだけどね。自民党にも優秀な人材がいることは理解してますが、自民党という組織を解体するくらいの出来事がないと、日本は変わらないと思います。総裁選の候補者で、ヤフーニュースに取り上げられるまた写真に掲載される、方々は特に、青山議員をなぜ取り上げないのか。 といい。いう平等不平等等不に声を上げてほしいいくら財務省にととって都合がが悪い、また財務省との癒着がある財務務省省の着あるにコントロールされる大手メディアも明らかに報道の仕方が青山議員だけおかしいでしょ総裁選のヤフーニュースで青山議員を見たことがないんだけどこれは石丸さんが言ってた大手マスメディアが一切取り上げないって出来事と 全く一緒だよね青山議員を取り上げないことで消費税減税社会保障の減免を封印完全なる逆の印象操作で間違いないでしょ一般国民の総意は生活を少し楽にしてほしいだと思いますゆえに青山議員以外を推薦した議員は支持しないことです